第二次ヒメラの戦いは、紀元前409年にシケリアシーペーのイのオニア人、植民都市であるヒメラの近郊で、ハンニバルマゴ率いるカルタゴ軍と、ヒメラとシュラクサイ連合軍の間に生じた戦い。ハンニバルマゴは、カルタゴ元老院の指示の下、同年春に行われたセリヌス包囲戦に勝利し、ドーリア人都市であるセリヌスを破壊していた。続いて、ハンニバルマゴは、ヒメラを攻撃したが、 そこは、紀元前480年にカルタゴ軍が敗北した場所であった。ヒメラは完全に破壊され、その後その西側にテルマエが建設されたが、そこにはギリシア人とカルタゴ人双方が居住した。シケリア西部のフェニキア人は、紀元前580年にはドーリア人都市のセリヌスに対応するためにエリミヒトを支援し、セリヌスのさらなる精神を阻止した。 紀元前510年にスパルタの王子であるドリエウスがシチリアに遠征するとカルタゴはこれに対抗しエリクス近くでスパルタ軍に勝利した。スパルタの残存兵士たちはヘラクレアを建設したがこの後に起きた戦争でカルタゴに破壊された。紀元前490年頃までにカルタゴはセリヌス、ヒメラ及びザンクルと条約を結んだ。 紀元前480年にヒメラの選手、テリルスが追放されると、カルタゴは、ハミルカルマゴが率いる大軍を、シケリアに派遣した。しかし、シュラクサイの選手ゲロンとアクラガスの選手、テロンは、カルタゴ軍を大破した。カルタゴは、この敗北の後70年間、シケリアに介入しなかった。この間に、ギリシア文化が、シケリア先住民であるエリミヒト、シカニニン。 シケル人の間に広がっていった。この当時のシケリアの政治的状況を見ると、いくつかの都市で選手が追放され民主性や過藤性に変わっている。シュラクサ祭の影響力は低下し、ギリシア植民都市間の内輪もめが起こっていた。この紛争に介入するため、アテナイは紀元前427年、425年、424年にシケリアに艦隊を送ったが、 これに対抗するために、シュラクサ祭の将軍ヘルモクラテスの呼びかけにより、反シケリア同盟が成立した。ただし、同盟はあくまでアテナイに抵抗するためのものであり、シケリアの植民都市間及び先住民との平和維持は、目的外であった。エリミヒトの都市であるセゲスタは、セリヌスとの間に、境界紛争を抱えていた。紀元前415年にはカルタゴに支援を依頼したが、 これは拒否された。しかし、アテナイはこれを口実に、紀元前415年から紀元前413年にかけて、シケリア遠征を行うが、セリヌスとシュラク楽祭を含む、シケリア連合軍に敗北した。アテナイと同盟していたセゲスタの立場は、危険なものとなった。セゲスタは、紀元前410年に、カルタゴの従属都市となることを申し出た。カルタゴ元老院も、今回は、 介入を決定した。その理由の一つして、ギリシア本国では、ペロポネソス戦争が勃発しており、スパルタの同盟都市であるシュラクサイは、シケリアでの軍事行動に集中できなかったことがある。シュラクサイの艦隊は、英華海で行動していた。ハンニバルマコは、遠征軍を二度シケリアに送った。最初は、紀元前410年で、セゲスタ領内に侵攻していたセリヌス軍をし、 紀元前409年の遠征では、セリヌスを陥落させ破壊した。カルタゴ元老院が、ハンニバル孫に与えた使命はここまでであったが、彼は、ヒメラに向かい70年前の彼の祖父である、ハミルカル孫の敗北の復讐を行うことを選んだ。古代の資料では、紀元前409年の遠征軍は、騎兵4000を含み、総兵力12万と言われる。 兵士は北アフリカ、サルディニア、イベリア半島、さらにシケリアのギリシア人からも募集され、またカルタゴ人の志願兵も加わっていた。最近の研究では実際の兵力は4万前後と推定されている。セリヌス包囲戦の後、カルタゴ軍には2万のシケル人、エリミ人兵士が加わっており、総兵力は5万以上に達した。 カルタゴ軍は各地から母兵された傭兵で構成されていた。リビュア人は重装不評と軽不評を提供したが、最も訓練された兵士であった。重装不評は密集体系で戦い、長装と円形立てを持ち、兜と理念性の強行を着用していた。リビア軽不評の武器は投げやりで小さな盾を持っていた。イベリア軽不評も同様である。イベリア兵は、 紫で縁取られた白のチュニックを着て、革製の兜をかを被っていた。イベリア重装布標は、密集したファランクスで戦い、重い投げやりと大きな盾、探検を装備していた。カンパニア人、サルディニア人、ガリア人は、自身の伝統的な装備で戦ったが、カルタゴが装備を提供することもあった。シケリアで加わった兵は、ギリシア式の重装布標であった。リビア人、 カルタゴ市民、ルビアカルタゴ人は、よく訓練された騎兵も提供した。これら騎兵は、槍と円形の盾を装備していた。ヌミディアは優秀な軽騎兵を提供した。ヌミディア軽騎兵は、軽量の投げ槍を数本持ち、またタズナモクラも持ちず自由に馬を操ることができた。イベリア人とガリア人も、また騎兵を提供したが、主な戦術は突撃であった。カルタゴ軍は、 戦像は用いなかったが、突撃兵力として、ルビアが四頭立ての戦車を提供した。ただ、ヒメラの戦いには参加していない。カルタゴ人の士官が全体の指揮を取ったが、各部隊の指揮官は、それぞれの部族長が務めたと思われる。シケリアのギリシア軍の主力は、本土と同様に重層不評であり、市民だけでなく、傭兵も用いられた。シケル人や、 他のシケリア先住民も重層不評として参加したほか、軽層不評も提供した。騎兵は裕福な市民と傭兵からなっていた。シュラクサイやアクラガスのようなシケリアの大規模都市国家は1万から2万の市民を兵として動員でき、ヒメラやメッセネのようなやや小さな都市国家は3000から6000の兵を動員可能であった。シュラクサイは セリヌス救援のために軍を編成したが、これをヒメラに向かわせた。兵力は、シュラクサイ兵3000、アクラガス兵戦及び、傭兵戦であった。ハンニバル孫は、おそらくは、紀元前480年に、セリヌス機兵が使ったのと同じ道を使って、ヒメラに進軍し、軍主力をヒメラの西側にやえさせ、約1、3を、都市の南側にやえさせた。ヒメラは、 ヒメラ川西岸の高さ90から120メートルの丘の上に建設されていた。丘の北側、西側及び東側は急斜面であったが、南側の傾斜はなだらかであった。市の西側と南側には丘があった。カルタゴ軍は城策を築いて包囲戦を行うのではなく、工場刀と波状土を用いての力攻めを行った。しかしヒメラの城壁は強固であり、 カルタゴ軍が突入できるような突破口を開けることはできなかった。続いて、ハンニバル孫は工兵を使って、城壁の下にトンネルを掘り、木製の指示張りに火をつけて破壊した。カルタゴ軍はそこから突入したが、ヒメラ軍はこれを撃退し、破壊された城壁も、応急修理された。このしばらく後、シュラクサイの将軍ディオクレスが、シュラクサイ重装不評3000。 アクラガス兵戦、傭兵戦を率いて到着し、ヒメラに入場した。ヒメラの兵力は1万程度であったが、これと合流したディオクレスは、カルタゴ軍に奇襲を行った。おそらく奇襲は、ヒメラの南側で行われたと思われる。この奇襲は、完全に成功し、カルタゴ軍は混乱して、同志打ちも生じた。最終的には撃退したものの、カルタゴ軍は、 約六千の損害を受けた。この時点でハンニバルマコは予備兵力を用いて反撃を行いギリシア軍を撃破してヒメラに撤退させた。ギリシア軍の損失は三千であった。シュ主楽祭主力艦隊はシケリアから遠く離れていたが戦闘の後に25隻の三段回線がシュ主楽祭からヒメラに到着した。カルタゴ艦隊はモティアにあったためギリシア側が ヒメラ周辺の正解系を獲得した。そこでハンニバルマゴは、カルタゴ海軍が陸軍を乗せてモテアを出航し、シュラクサイを攻撃するとの偽情報を拡散させた。シュラクサイ陸軍の主力部隊がヒメラに向かいつつあった、ため、シュラクサイ自体は無防備状態になった。この偽情報のため、シュラクサイ軍は撤退を決意した。ヒメラは自前の兵力だけで、 カルタゴに対抗するのは、ほぼ不可能であったため、ヒメラの放棄が決定された。夜になって、ディオクレスは、兵の半数を率いて場外に出、主落祭の感染が可能な限りの女性、子供を避難させた。カルタゴ軍は、翌日に攻撃を再開した。ヒメラは1日持ちこたえた。翌日、主落祭艦隊が戻ってきたのが死認されたが、その到着前に、 カルタゴ軍は城壁を破壊した。カルタゴ軍のイベリア兵が城壁の破壊部分を確保し、またその隣接部分も確保した。カルタゴ軍は破壊部分から城内に突入し、やがてヒメラ兵は数で圧倒された。ハンニバル孫は紀元前480年に祖父であるハミルカル孫が暗殺された場所でギリシア兵3000を処刑した。ヒメラは神殿も含めて 完全に破壊され、女性と子供は奴隷にされた。戦利品は兵士たちに分配され、捕虜は奴隷として売られた。突撃の主兵力であったイタリア人傭兵は司令官から虐待され彼らに対する報酬が十分でないと不満を述べた。その後彼らはカルタゴ軍から離れたが、皮肉なことにキリシア側に雇用された。 紀元前480年の屈辱の主因は、アクラガスとシュラクサ祭であったが、ハンニバル孫は、その領都市の攻撃は行わなかった。軍は解散され、カルタゴ領を守備するに、十分な兵力のみを残して、艦隊と共に、カルタゴに帰還し、そこで栄誉を受けた。ヒメラは再建されることはなかった。ヒメラの残存市民は、近郊に、テルマエを建設したが、 そこにはギリシア人もカルタゴ人も居住した。ヒメラの損失に対するギリシア側の反応は大きなものではなかった。シュラクサ祭は海軍を、アクラガスは陸軍を拡張したが、シケリア西部のカルタゴ領に対する正規の軍事行動は実施されなかった。シュラクサ祭のヘルモクラテスは私的に軍を組織し、紀元前407年頃にセリヌスを根拠地として、 カルタゴ植民都市であるモティアやパノルムス領に襲撃を行ったが、これはカルタゴ軍の大規模な軍事行動を引き起こすことになり、紀元前405年頃までにシケリア全島がカルタゴの支配下となった。ありがとうございます。